椿山課長の7日間は、浅田次郎による日本の小説。朝日新聞の連載小説として2001年7月2日から2002年4月16日にかけて連載された後、同年9月に朝日新聞社より刊行された。2003年に舞台化、2006年に映画化され、2009年に国内、2016年には韓国でテレビドラマ化された。46歳で、 脳一血のためか老死した百貨店の課長、椿山和明は、現世に強い未練を残していた。あの世の中院役所でそれを訴え、現世の逆走を願い出た椿山は、同じように逆走を希望した72人の中から、実の両親を探し出すことを希望していた少年の雄一と人違いで殺されたために、古文が抗争を起こそうとしているのを防ぎたいと、 希望したヤクザの親分の武田と共に選ばれ、正体を明かさないことを条件に初7日が終わるまでの間だけ、美女の姿で現世に逆走される。だが、事前に、まだ知らない重大な事実があると伝えられていた、椿山を待っていたのは、想像以上の過酷な現実であった。老人ボケになってしまったと思っていた父が、実は、格尺都市。 パソコンを使い孫と E メールの交換すらしていた、事実だけでも十分ショックだったところに、知人のふりをして自分に線香をあげに行った自宅で、妻の雪が葬儀が終わったばかりにもかかわらず、生前から愛人関係にあった部下の島田を家に招き入れ、夫婦同然の生活を送っており、息子の陽介も母の不倫に傷ついていた事実を知り、打ちのめされる。一方で、 椿山が事態の把握のため自宅に、職場にと奔走している間に、蓮と武田も自らの目的を果たすため、それぞれ行動する。2006年11月18日より、全国小畜系にて公開された。西田敏行と伊藤美咲は、タイガードラゴン、釣りバカ日誌16浜崎は、今日もダメだった以来の共演となる。興行収入2.7億円。 物語の結末などは映画独自の展開となっている。キャッチフレーズは一目あなたに会いに行きたい。テレビ大阪は開局25周年、TVQ 九州放送は開局15周年として、テレビ東京、テレビ愛知とともに制作に参加。両局とも自社の開局周年事業として紹介していた。椿山山屋と逆走される人たち。 武田の関係者その他の人たち2009年12月19日にテレビ朝日系列で放送された視聴率12.5%。椿山の息子、陽介は祖父の椿山和俊と PC メールのやり取りはせず、あくまでアナログな付き合いである点など一部原作と異なる。キャストスタッフ、帰ってきてダーリンのタイトルで、 2016年2月24日より4月15日まで韓国 SBS で放送された。全16回。キャスト記載順は、役名、日本の小説で、その位置に該当する人物名、演じる役者名。スタッフ2003年7月3日から8月28日、芸術座にて、前折立て石のタイトルにより上演。 2009年9月9日から9月23日、三越劇場にて、ありがとうと言いたくて、椿山課長の7日間のタイトルにより上演。2017年7月、オトバンクのオーディオブック配信サービスのフィービーでオーディオブック版が配信された。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます帰ってきて、おじさんに関するカテゴリー。ありがとうございます。